命あふれる星、地球。動植物や野鳥、昆虫などの生き物たち、彼らの素顔をつぶさに見ると四季折々の表情が鮮やかに浮かび上がります。そこでごく身近なところに生息する生き物たちや人と自然との関わりを通して季節の変化を追いかけます。サイエンスチャンネル、生き物歳時記。畑でもようやく収穫が始まりました。ここは群馬県倉淵村。これまでの会社勤めを辞め、都会の喧騒を離れて昨年冬に移り住んだ田中さんからビデオレターを送ってもらいました。この村で農業を始めた田中さんの初仕事は、長いこと耕作が行われず荒れ地となっていた畑の開墾。今年の春、雪解けを待ってようやく田中さんの仕事はスタートを切りました。有機農業を目指す田中さん、肥料には化学肥料は使わず鶏糞などの堆肥を使用。ここに小松菜を植えました。この畑を耕して小松菜の種をまいたのが3月15日。それから1週間が過ぎてようやく小松菜の芽が出てきました。4月の7日、小松菜の畑も種をまいてから3週間が経ちました。昨年まで手つかずだったこの畑にはさまざまな雑草の種が落ちていたらしく、そこかしこで芽を出し始めました。これはヤブカラシと呼ばれる雑草。名前通り、放っておくとヤブを枯らしてしまうほど広がってしまう雑草です。除草剤などは使わないことにしているので、小松菜の間に出てきた雑草は全て手作業で取ることにしました。種をまいてからおよそ1ヶ月、収穫まであとわずかです。小松菜も種をまいてからおよそ1ヶ月半かけてここまで成長しました。昼間の気温が高い時間に収穫された葉物の野菜はすぐしおれてしまうため、できるだけ朝早くか夕方に収穫するようにしています。今年は4月に入ってからも急に冷え込んだ日がありました。その時に降りた霜で葉っぱが黄色く変色してしまったものもありました。黄色くなった葉っぱは取り除いてから出荷しなければならないので、今回はその分の手間がかかってしまいました。僕の借りている別の畑では大根の種をまきました。大根は生育の早い段階で一定期間以上の寒さに遭うと早くに花芽ができてしまうため、時期を選んで種をまかなければなりません。ここでは少しでも寒さに合わないように小松菜の畑でも使っていた通気性のあるシートをかけてみました。この大根は6月に収穫の予定になっています。
カモメやカモたちは北の国へと帰り、千葉県新浜保護区は本格的な夏を迎える様相を見せ始めています。そこで千葉県行徳野鳥観察者の蓮尾さんに初夏の野鳥たちの様子を紹介してもらいましょう。すみません、はい、今ですね、見られる鳥というのを教えていただきたいんですけど、はいはい、今ちょうど繁殖の盛りの時期でして、でこの時期に見られるというのは、まあ、この辺りで巣を作っている鳥が中心なんです。で一番数が多いのは鵜の仲間のカワウといいまして、でこれは湾岸道路に沿った緑地帯の中で巣を作っています。今年は多分2,000-3,000つがいは作ったんじゃないでしょうかね。でもうヒナがだいぶ大きくなって、で独立して自分で餌を探しているものもだいぶいます。でそれから珍しい鳥なんですけれども、セイタカシギという鳥がちょうどこの真正面の私どもは小島岬と呼んでいるところで巣を作っていまして、で、まあ、毎年ここでは巣は作るんですが、ヘビとかカラスにやられたりいろんな都合でヒナがちゃんと帰るかどうかはなかなか難しいところなんです。で順調にいけばあと10日ほどで最初のヒナが帰るはずなんですけれども、まあ、それまでは本当に毎日気が揉めるというか、そういう時期になります。でその他にはサギの仲間で、大サギ、小サギ、ゴイサギ、アオサギ、このアオサギっていうのはここでは今年初めて繁殖をしてくれたつがいがいますので、それはヒナがもう帰ってるので無事に大きくなるかなっていうのをちょっと楽しみにしているところです。あとはカモの仲間では、まあ、カルガモというカモがこの辺で巣を作ります。今年初めてこの観察者の前の丸浜川と呼んでいるところでは今年初めてヒナが今日見られたそうです。それからクイナの仲間のバンっていう鳥が、とても早くヒナを返したものがいまして、でもうだいぶ大きくなったヒナがして見られたりします。で鳥はそんなところでこれから6月のそうですね半ば過ぎまではこの場所としては一番見られる鳥が少ない時期になります。石川さんの案内で新浜保護区内の野鳥をじっくり見せてもらいました。いますよ。その途切れたところに1羽、背中が黒っぽくてお腹の方白いのが1羽いるんですけど、こっち向きですね。あれが夏ここで見れる、セイタカシギっていう鳥です。白っぽい首、あ今飛びましたね。あ向こう行っちゃうか、どこ降りるか。土でこう持って山が作ってあるんですけど、ああいうのも手作業でスコップ持ってここまでの毒長っていうのを吐いて、休み場所であわよくば巣作ってくれないかなっていうので作ってますね。毎年作っても、だんだん崩れていって、で1年に1回はちょうど繁殖期の前の頃ですね、毎年作ってますね。であと鳥はカワウ、あっちにもこっちにも3羽いるんでいっぱいいますね。なんかカワウで知ってると、まあ、黒で大きいでくちばしが鋭いんで、餌なんかやるときはこう手袋やんないとスパーッと切れちゃうっていうのはそれぐらいですね。まあ、あと向こうの方にいっぱい巣を作って今ヒナ返してもう大所帯がいっぱいありますね、はい、あまた飛んでますよね。高速で通ってしたんですけど、はい、木の結構高い位置に巣がありますね。あもう今本当だとずっと木の上なんですけど、混み合っちゃって地面に作るやつとかもいて、ただ野良犬やっぱり入るんですよ、いろんな隙間があるんで、結構いろんなのに卵は取られてますね。
繁殖の季節なんですよね。そうですね、もうだいぶ中盤に差し掛かったんじゃないかな。白いの多分ダイサギっていうのだと思うんですけどね。外で見るとサイズがすごく分かりづらいんで、比べるもんがないんで、今度黒とカワウの黒と正反対の真っ白結けのダイサギ、シラサギですね。で、1羽はそこの水辺に降りてるんで。新浜保護区では野鳥など自然の生き物たちが住みよい環境を作るための環境整備を行っています。虫やカエルなどの発生源となる水田作りもその一つ。そこで早速完成間近の水田を見せてもらいました。ここは田んぼにする予定なんですけども、今これからこのパイプをこのあぜの間に埋めまして、で水の調節をできるようにします。さっきの L 字のパイプをここに多分つけるんで、こっちの方をちょっと長めにして、ええ、まあ大体でいいですよ。田んぼの水が循環するようになりました。この作業を終えるといよいよ田植えの準備に入ります。これで今作業終わったかと思われるんですけど、はい、これからもう田植えされるっていうんですけれ ど, どその先になんかどういった作業がありますか。作業的には今雑草があるん で田植えは6月20日頃予定してまして、その雑草を、耕運機でかき混ぜて、でそれと一緒にあそこにある堆肥、あれは傷病庁舎に敷いてる堆肥、落ち葉とか枯れ草とかなんですけども、それを一緒に混ぜて栄養にして、で稲を植えていくという感じですね。で稲の品種は古代米と言われるもので、赤米とか黒米とかそういうものを植えていきます。野鳥たちの繁殖の季節を迎えた新浜保護区、今度ここに戻ってくる時にはどんな生き物が見られるかとても楽しみですね。